度開いて今折った線を目印に中央に向かって折っていきます。裏返して同じように4箇所すべて中央に向かって折っていきます。裏返してまた同じように中央に向かって折っていきます。裏返して2箇所対称にこのように開いて折っていきます。開いたら今開いていない部分をここから完全に開いていきます。開いたら反対側にこのように折り込んで袴の完成です。